ユートンです。はい、今2人なんですよね。ハロウィン前夜祭開催しました。寂しいね。寂しいですね、2人とも。2人よかったらダウンタウン食べてください。あれ そんなメニュー豊富じゃないよね。ハロウィン特製お化けクッキー、お化けズクッキーっていう名前にしましょうか。あセンスダッサ。こういう感じに、こちらクッキーでオレオにチョコレートをつけた感じでできているんで、まあ、めっちゃ楽なんでぜひ作ってください。味も美味しい。味もまあうまいと思います。美味しい。あとこのプッチョもこんな感じの顔してたよね。プッチョ。確かに。大丈夫これ、詐欺じゃない、詐欺じゃなかった。盗作じゃない。盗作ちゃいます。じゃあ盗作じゃないそうです。盗作じゃないんで全然いけるんで。でこの材料がマシュマロとホワイトチョコと、ブラックチョコ。普通のチョコレートですね。じゃあ食べてください。あ、いただきます。あ、そっちから行くタイプ。あ、そういうことね。俺こっちから行くんだ。俺こっちから行く。食べ方もあるみたいだね。うん。マシュマロから行ってダメですね。うん、うまい。ちなみにさっきサンシャンがこれ見たとき、何このキノコって言ってましたね。シイタケに見えない人いないよね多分。お化けシイタケでいいじゃんもう。おやす、乾杯。ケーキ、うん、飲んでないね。染み渡る。あいし、染み渡りますね。これが大人の味だ。そうですね。絶対思ってないね。じゃあ今のちょっと感情はどうぞ。2文字ぐらいで。感情2文字。最高。あ、じゃない。ビールです。2文字じゃねえ。今からユートンクッキング始めていくんですけど、もうだいたいできちゃってますね。あと焼くだけという。ごく簡単な作業です。じゃあ中身を紹介します。サラミ、その中にチーズで卵が入ってます。ちなみに最近このサラミがめっちゃうまいなと思ってて、ぜひぜひ。どこのサラミ？伊藤園ですかね、わかんないんですけど。企業案件狙ってけ。ここのサラミ。あったなんと、おお、伊藤園でした。じゃあ今着火いきます。着火。えいや、チチチチチ。はい、これがまま待機です。いや、ホットケーキにさ、これ乗せたら美味しいかもよ。こいつも一緒に焼いて。いやー、それは絶対まずいっすよ。ホットケーキにこれ乗せますか？プリンアラモードとか。いや、ホットケーキはまずいっすね。なし。まずいっすよ、だって。ホットケーキには何をつける予定なの？メープルシロップです。ああ、じゃあ、まあ、そうなんだ。メープルシロップ。持ってないと思ったから。メープルシロップですか？これちゃんと持ってますね。調味料系を。熱着せすぎじゃないですか。いや、寒がりなんで。まあね、その末端から冷えてくるから。もうガチガチにも温めていかないと。あ、確かにそういえばスギちゃんあれですもんね、寒いの苦手でしたもんね。うん、だからパノラマ、去年のパノラマのENSで遅れちゃうんですよね。まあ、あれはから寒いか寒い。あれはなんで遅れたの？俺はきちんと待ってたんで。本当にまだかなと思って。まあ俺なりに心のね準備をしながらさ待ってたわけだけど。でもうそろそろかなと思ってそのスタッフの人に聞いたら、あ、もう過ぎてますよ。もう行ってください。もう心の準備関係なしにもうあ、すいませんっつってすぐ行ったんだけど。そろそろ行こうっす。まあこれが僕のね初戦というか初めての大会の経験だったっていう。やばいですねそれは。俺の初戦は、あ、ENSのライツでアテラのレースですね。ああ、アテラなんだ。はい。なんか思想の時に根っこですっ転んで、サスの外側に傷をつけるっていう、悲しいスタートから始まりましたね。ああ。まあ結果は残念な結果だったんですけどね。ああ、まだ全然表彰台とかそんなんじゃなくて。そうですね。表彰台に乗れて3位でしたね。3位。乗れて3位でしたね。3位。
初戦で、ね、そうっす。死ねや。B です B。出来上がった。出来上がりました。ああいい感じじゃない。完成しました。こうなっています。いやそっち、あちょ待って待って、めくるタイプの召喚用の仕方俺見たことないよ。うわうまくない、うまそう、ほらうまそうじゃないですか。普通ちちなんか包丁で切って真っ二つにパッカーンじゃない。あちち、あのこれが優等流っていう。あなるほどね、洗い物を出さない。そうですね、まあどうせ包丁は使うんですけど。使うのかよ。それでは実食していきます。あつ食べれないんだ。あいや、ここは YouTube 魂だな。うん、おいしい。パンしかまだ入ってないっす。いやそこはなんとか言っとけって、一口言って。うん、うっか、口ぶさんだ。それは残念だね。お、めっちゃうまい。このねサラメのね香ばしさがね、下ぐらいねまとわりついてくるような。そう、マシマシ。サラミがまとわりついてくるのしんどいねそれ。もうちょっとなんかあったでしょ。テイク2いきます。うん、サラミの香ばしい味がしますね。しかもサラミ香ばしいの。焼いてねえよサラミ。うちはの火は通った。火は通ってます。あじゃあサラミうまくないですか。サラミ美味しいよね。めっちゃなんかうまいです。おやつカルパスは。あーカルパスお好きっす。あの駄菓子屋でさ30円とか10円ぐらいですよ。10円か。あのちっこいやつ、あれうまいですよ ね。あれ挟んでみたら今度。じゃあ今度買ってきてくださいよ。第2。えそれ何。クルクルフィーナー。すごいね。クルクルソーセージでしたね。ペロペロキャンディーに見えたよね。ペロペロキャンディーって何ですか。えそんな感じの形のキャンディー。実は知ってます、うん、でしょうね。知らないやついないと思って。お知らない人コメント欄でお願いします。一人でもいたらどうします。一人でもいたら、はい、その人に対してアンパンマンを見てくれっていう。アンパンマンのカバオくんとか大概持ってるよ。ごめんなさい俺わかんないっす。確か。ごめんなさい今のマジ適当。最低ですよね。はい、今あの丸々ウインナー焼いてれるんですけど。お、もう綺麗に取れたね。いい感じのチーズ、チーズ、チーズイン、チーズインオンじゃね。チーズオンソーセージ、くるくるソーセージですね。一回食べてみます。あっダメだこれ食べれねえ。いきます。おい早く冷めろ。振り回してたら冷めるんじゃない。多分ウインナー飛びそうだけど。でもウインナー見てください、一個半分元気なんですよ。元気ウインナー。おうわ肉汁やば、うん、うまいうまい。これハロウィンの思い出とかありますか。そういえばハロウィンの思い出、小学校の時だけど俺 ECC ジュニア通ってたんだよ。英語のやつですね。そう英語のやつで、その ECC ジュニアとかってさ、やっぱりハロウィンとかの時期になると、まあなんか発表会とかさ、まあイベントがあって、お、まあそのイベントは今回その英語で自分たちでそのハロウィンの出来事とかそういった内容をスピーチしようっていうやつがあって、まあ、僕は女の子と、まあ、ペアで、まあ、そういったスピーチを作ってたんだけど、ね、頑張ってスピーチとかもねしっかり2人で練習してやってて、で当日を迎えたんだ。でね3時ぐらいかなからそういったスピーチの発表会があって行ったんだよ。3時ぐらいになったから行って、でそうしたら終わってたんだよね。そう俺全くさ時間をさ間違えてて2時間ぐらいだから、そのさスピーチってさ、その2人でやるからさ、あなたはここの担当、あなたはここの分担当ってやるけど、おう、そう、その女の子1人でやってくれて、本当に恥ずかしい思いさせたなっていう。だってね、その子自体は俺の分のさスピーチの原稿をさ覚えてないわけで。おお、え、それどうしてやったんですか。わからない。しかも英語ですよね。そう、英語だからさ。え、ちょっとあの試しにできます。試しに。そのちょっと原稿を今思い出せない。唯一覚えてるのはエレファントとかだよね。ゾウじゃないですか。そう、おお、いやエレファントは誰でも分かりますよ。そう、そういった出来事があって、すごくその女の子には申し訳ないことをしたな。え、ちなみにその子の名前は。きっかけは何ですか。そういえばマウンティンを始めようと思ったきっかけは、まあ、YouTube だよ。まあ、海外のさ人
人のその走ってるまあ PV みたいなのを見てめちゃめちゃかっこよかったからさ俺もこんな感じで走れたらなって思ってまあ今現在それに向けて頑張ってるわけだけど、まあ到底ねあんな勢いで走れるわけもなく、じゃあ終盤までスキープ。まあ俺はまだ自分がマウンテン始めたきっかけは言わないですけどね。そうなの。登録者数しちゃう。噛んだ。登録者数577人で発表したいと思います。まあ下道だと下道だとやっぱ追突されるというリスクがあるんですよね。そうだね。そうですね。対向車線からぶつかってきたりとかあるんですよ。結構根に持ってますから俺。ね。だってヤンピーがあれさ、10-0になるわけじゃないからね。10-0にさせますよ。させるってのは無理だ。10-0にします。お、やべ、ラーメン当てていたぜ、うん。見てください。懐かしのテープ。テープです。そして今からお菓子サンドを作っていきたいと思います。サクサクパンダです。でも食べんの作るんじゃないのサンドを。あーんあーんさあよしわこういうの大好きなんですよこれを焼いていきます。あちちちチャンネル登録しましたか。してない。あ、登録しろと。わかりました。登録したかしてないかによってね、この子の自転車での運命が決まります。確かにね、後ろから追突されるかもね。俺ツイートしちゃうかもしれないです。でも俺今日ガチの方でシャンシャン、タケピー、俺で走ったんですけど、激突しまししそうになりました。だよね。後ろほんとうるさかったんだよね、マジで。ギャーギャーバーバー後ろ行ってるし、俺必死なの。俺マジブレーキ命だから。最後早かったですよね、スギちゃん。今日、今日一の速さかなっていう。それはない。だったら午前中見てほしかったわ。午前中覚醒してたよ。2本目ぐらいの時、午前中は完璧な走りを見せてた。そうですか。体力あったから。じゃあ今日、あ、見せて、明日、うん、見せてください。じゃあ1本目後ろ走るんで。どこ走る、明日のコースは1本目わかりましたよ。さすがに1本目から11はいかないでしょ。こん中に朝一だからって言ってブラックイレブン行かねえやついる？いねえよな。いねえよな。多分ね。全然聞いてもいいですよ。じゃあね。じゃあ俺も好きじゃない。焦げじゃん。やらかした。そう、喋るんじゃなかった。ちょっとやべえな、終わった。悲しすぎてラーメン終わったわ、伸びてる。はい、七五。ちょうど伸びたくらいが美味しいんじゃない。そうっすね。それトマトのやつ。これはチップ、普通のなんか変なやつです。唐揚げレモン味。唐揚げ、はい、レモン味。珍しいね、最近のカップラーメンは。攻めてるよね、ペヤングも。あ、激辛っすか。そうそう、激辛とかなんかいろんな辛さあるじゃん。攻めてない。俺あれだと担々麺がやっぱ一番辛くはないです。辛くはない、辛いですけど、ね、あの一番いける辛さです。ああそうなんだ。担々麺がごく激辛。ああ、じゃあエンマの最悪なクソ辛いやつですね。ほんとに辛くて、うん、マジ無理なんですよ。いや無理でしょう。なんすか、前誕生日の前日に激辛ペヤングのカレー味食べたんですよ。うん、そしたら次の日誕生日じゃないですか、うん、朝からトイレ直行っすよ。やっぱお尻は痛いわ。ほんと最悪な最悪な初日の誕生日でした、ね、でもまあ結構楽しい誕生日でしたよ。スギちゃんにも今年あげますね。8月13日誕生日おめでとうございます。うん、俺8月じゃないしね誕生日。はい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 、わかる、わかりました。
答えちゃっていいですか。いいよ、当てちゃってよ。2月13日。あ、結構惜しい、結構惜しいじゃん。いくつですか。1月29。全然欲しくないじゃないですか。でも大体2週間ぐらいに収まってるよ、ね、まあ大体そうですね。皆さん祝ってあげましょう。インスタのあれは これです。ここら辺にやっておくんで、ぜひ DM ボタンをポチッとして誕生日おめでとうございますっていうあの文字を打ってあげてください。誹謗中傷は書き込まないよね。あ、これ書き込んでもいい方、いいパターンなんで。違う違う、そういうふりじゃないかな。そろそろお開きとしたい、行きたいとこですね。というわけで、最後まで見ていただきありがとうございます。あ、これ締めか。はい。明日のハロウィン、楽しんでいきたいと思います。とっておきもあるしね。そうですね。とっておきのものがあるんで、ぜひぜひお願いします。そして、あと良ければ、グッドボタンとチャンネル登録、お願いします。じゃあまた、次の動画で。噛んでやったよ。次の動画までグッバイバーイ。パッ。どうするかな。この半ズボ少年どうにかしてほしい。半ズボ少年誰ですか、その方。誰や。僕のことです。